ようございます。今日は私の朝のスキンケアについてご紹介していきます。結構こだわっています。朝のスキンケアルーティーン、本当に使っているコスメは PR 関係なくおすすめです。ではそれでは早速スタート。すっぴんなんですけど、まあ、カラコンつけてます。今つけているのはこれ、私楽天で買いますね。楽天ルームにも私の載せているんですけど、これネオサイトワンデーリング AM、 これモーブブラウンっていう色なんですけど、でも今ねつけててもすごい裸眼っぽく見える感じで、これはすごいナチュラルでおすすめです。で朝は私、まあ6時ぐらいに起きて洗顔するんですけど、まあその前に歯磨きしながら SNS チェックをしますね。インスタグラムのコメントを読んで、じゃあ洗顔、ラボラボの乳酸リンゴ酸パパイン配合の、まあ、酵素がたっぷり入ってる洗顔料で、お風呂場に置いていたのでちょっと水垢がついて本当すいません。私もともと朝は洗顔しないタイプだったんですよ。乾燥肌で、でいつも水で洗ってたんですけど、いろいろ勉強していくうちに、やっぱ朝も皮脂だったり空気中の汚れがついちゃうので、それをしっかり取った方がいいっていうので洗顔を始めました。で酵素ってすごい毛穴の詰まりだったりを、汚れをごそっと取れるものなので、私すごい好きで、つるっと仕上がるのが好きなので、さ私ラボのこれ使ってます。これ本当におすすめです。で次は化粧水、大体この2種類ですね。今の2020年6月現在、こっちはヒルロイドってわかりますかね。赤ちゃんとか子供がなんか乾燥すると内科とかで処方してもらうのがヒルロイドなんですけど、それは結構美容目的で使う人がすごい多くて、そういう人向けに作られたのがこれなんです。これはヒルロイドの効果みたいなのもあるし、肌荒れ予防を、そういった高保湿、めっちゃ高保湿でと美白ケアができます。こんな感じで、これは結構乳液っぽいんですけど、なじませると結構肌に浸透、こんな感じでもうたっぷりつけます。私化粧水こうやってつけている時に、一回台所に戻ってお湯を沸かしてコーヒー入れる準備をします。子供の朝ごはん作りの準備しますね。最初バナナを切ってヨーグルトを入れてきな粉を入れるっていうのをこの段階でよく作っています。目のむくみとかがねひどいので、エラも張るし髪尻とかで、でこうやって化粧水はつけています。今も紹介したいんです。これは特別な日の朝によく使います。もう通販サイトベルパレットっていうのがあって、それで注文しているヌルボトックスって言われている韓国の化粧水です。ドクターペプチだったかな、ボリュームエッセンスって言って、ボトックスっていうのは美容外科とかで注射による整形手術っていうのかな、よくエラとかおでこのシワとかを取るのがボトックスなんですけど、その効果があるって言われてる化粧水です。これは私撮影の前とかメイクの、あーもったいない、今つけちゃった、結構大事に使ってるんです。これ青色なんですけど、これを、これすごいんですよ。すごい炭酸でシュワシュワしてきてるんです。シュワ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 、ほら泡になってる。今すごい泡でプチ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 ってなっていて、ほんと炭酸塗るボトックス、すごい音聞こえますかね。いい、やっぱこれもう一回注文しよう。ほらハリカン、ノー加工でこのツヤ玉、ハリカンすごい。これは本当に本当に結構おすすめです。クリームに入ります。まあクリームはこれさっきと同じやつですね。
これもクリームなんですけど、こうやって乳液っぽくって、今ってね、なんかクリームだとすごいベタベタしすぎちゃうので、私はみずみずしいのが好きなので、こんな感じでこれを塗ります。で、私も手が、大学の時あだ名がゴッツで、手がゴツゴツなんですよ、本当に。なんかゴッツっていうあだ名だったので、ちょっとでも手をきれいになりたいので、こうやってクリームを塗ります。はい、そんな感じでした。YouTube まだ始めたばっかりなので、どうやって撮ればいいのかわからないので、よろしかったらコメントください。そして読者登録っていう中のお気に入りとか、なんていうの、チャンネル登録か、もしよろしければまあしてください。そんな重要ないんですけどね、私本当にね、なんか私のYouTube 見るぐらいなら、ホンダのバイク見たいとかあるじゃないですか。だからもう、もしよろしければ本当登録ぐらいで大丈夫です。あと私よく見てるのが、水越美里ちゃんの YouTube もすごい好きだし、ひよんちゃんよく見てますね。あと星の子チャンネルとか、